ぜい。お疲れ様です。声が出何こいつみたいな。お疲れ様です。よっマハくん、よっって出る、よっマハ、よっ。この絵面がおかしいです。おかえり。ただいまです。マスク取るよ。マスク取りますか。当たり前なの。コロナですよ。かわいいやつが顔出すんだよ。お前がコロナしちゃった。ここがか可愛くないんで。緊張してない。してます、してます。ここ隠しといた方がマシかな。なるほど、なるほど。で、出とるでしょ。皆さん出てました。まあ知る人ぞ知る初代ヒロイン。恥ずかしい。ちょっと意気込みはどうですか。本社の中で撮るのとかまた違いますね、これ。ちょっと、ここに立つとちょっとわけが違う。ヒロイン、初代ヒロイン。ヒロインではないですけど。ポコちゃん。ポコちゃん、ペコちゃん。ペコちゃん、ペコちゃん。ペコちゃん。あ、最初は塗装女子ですね。あ、そう、塗装女子です。出て、ピンクのあの繋ぎつけ、出て、で、リリーちゃんが出たんだな。その後、2代目でリリーちゃんにバトンタッチですね。3回ぐらいしか出てないですもんね、私。そうだったっけ。多分浜野さんのとこで2個と吹き付けで1個しか多分、うん。今日は皆さん大切な報告があります。はい、結婚しました。結婚しよう。誰がですか。それは視聴者が考えることで。あ、なるほど。ご想像にお任せくださいね。知ってるでしょ。でも視聴者の皆さんは最近出ましたもんね。家族では1回ですね。家族とは、家族とは、旦那様と子供と。旦那様は誰ですか。パパは。かわいいね。パパ食べちゃいたいわ。食べちゃいたい。食べちゃいたい。食べちゃいたいって。怖いね、おじさん。でもパパっ子な。パパ、パパは帰ってきたらパパに寄ってきますね。本当。まあ実は、まあ皆さん、まあ見てる人もおると思うんですけど、はい、まあね、最初に紹介したように、うん、ペコちゃん、ペコちゃんで、まあ、最初に出てくれて、まあ、リリちゃんが出て、まあ、それにはいろいろ理由があって、まあ、彼女は結婚したわけですよ。はい、そういうことだよな。そうです、ね、結婚してからだよな、多分。あ、そうです、そうです。妊娠でして、そうです、ね、そう妊娠して、でもその前になるのかな、結婚してエッチして妊娠したの。そこいる。そこいる。それいる。そうカットで、カットで。で結婚してエッチして子供ができました。で、子供だよな。そうですね。で、いつから復帰したの。3月です。3月1日から、うん、3月からまた、まあ、正社員じゃないな、まあ、部分補助、現場管理でやったのね。そうです、元の仕事に戻りました。そうそう、まあ、お客様でも会う人が多いと思うんですけど、まあ、現場管理は要は、まあ、10件なら10件、5件なら5件、まあ、何件か金額に決め、おっ、めっちゃ中断するやん。で、まあ、その現場管理を何件かやると、まあ、それだったらまあ子供も連れていけるじゃん。で、まあ、子供預けたり、まあ、それも自由にやってくれみたいな感じで、はい、まあ 3月からまあ復活して、まあ、部分復帰みたいな感じだな、はい、で、まあ、来てるんですよ。で、まあ、俺は唯一戻る条件は何かしたら動画に出ろと。動画に出るから戻したのは。そこ第一条件です。第一条件。あとは仕事のことは、まあ、店長、マネージャークラスと相談してくれと。実際に復帰してどうですか。楽しいです。2年ぐらい空いてるんで、うん、産休として、うん、忘れてることだらけで、うん、あ、仕事が案外忘れ、覚えてるつもりでも案外やったら、え、これってこれで合っとったかなとか、不安が大きくて今は。まあ、もうちょっとみんなに手探りで聞きながらで、あ、 そうですね、まあ、そこは力あるからな。旦那がイケメンって何、どうなの。え、一定モテるでしょ、あいつ。マジでモテると思いますよ。しかもイケメンハートあるじゃん、あいつ。イケメンの顔なんですけど、ハートも中もイケメンじゃん、あいつ。本当にね、優しいし、優しいですね。どんな旦那が見える。家でですか、うん、家での旦那は、うん、どういう
メージなんですかね、みんなのイメージって。イケメンでしょ、逆に壁ドンでしょ、キッチンで。いや、やらない、全然やらない。キッチンの壁ドンで、ま、今日は餃子だな。まずそのイメージだとするならば、うん、まず一つ、キッチンにはほとんど入ってこないです。あ、ほんと入ってこないです。でも、家どんな感じなんですか、まあ、仕事は遅いで、まあ、朝早くて、まあ、そうですね、家にいる時間、基本寝るまで入れたら3時間とか4時間ぐらいしかないんで。超ブラックごめんなさいね、まあ、寝る時間も早くなったし、だから子供が寝ちゃってる時のが多かったりもしますね、うん、もう寝てから帰ってくるっていうのが多い時もあります。あ、そうか。だけど、まあ、逆何時だったの？8時くらい。うち寝かせるの早いんで、8時半にはもう布団入れるようにしてるんで、うんうん、上2人についてはもう8時半から9時の間には就寝。あ、そんな、もう癖づけてます、もう。あ、子供を？そうです、じゃないとやっぱ朝起きない。どうやって癖づける？調教するの？でも強制で布団に入れちゃいます。調教するの？調教はしないです。調教はしない。言わせたい。調教顔。調教顔だよ、調教顔だよ、でも言って旦那に怒られる。久々だもん、テンション上がるよな。で、本当に会社来てから昨日初めてやったんだよな。あ、そうですね、3月、うん、そうだよな、で昨日初めてやって、まあ、明日撮ろうかみたいな感じで。懐かしいよな。懐かしいですね、この感じ。また昔、まあ2、3年前だと、まだまだ、もう知らんのじゃん。ちょうど多分入れ違いぐらいじゃない。そうですね。多分そうだ。まだ本当にまだ全然イケイケだしね。そうです、そうです。だんだんイケイケが落ち着いてきとるっていうか、そうです、ちょっと大人になっていってるというか。やっと3歳ぐらい、やっとここ5学ぐらい。5学、1歳3ヶ月ぐらい。成長遅いね。忘れたからね、待っとれんね。でも自分で開けようとするんですよ、うーんって言って。本当、うーんって、人の手を持ってって。結構しっかりしとるよ。そうなんですよ、なんかこんなんだったかなと思って、うん、こんなんだったかなって感じだな。ダウジさんじゃないですよ。もう動物見とる顔だから、ね、人間を見とる顔じゃないよね。確実にもう認識はこの人じゃないよね。この動物何みたいな。旦那は帰ってきて、もう寝て、ご飯食べてお風呂入って、まあ、子供が来てたらちょっと遊んで寝るみたいな感じが、うんうん、怒ってる死ぬじゃないですか。でも怒りますよ。何怒るのあいつか。俺怒ったとこ見たことない。見たことないですよ。で、なんか動画の中でも、はい、めっって怒ってみーとか言って動画で聞かれて、バカ野郎バカ野郎って。あれめちゃくちゃぎこちなかったね。なんかやらされとる感満載な感じですよね。最後怒れ、もう最後、れもう最後怒れ、バカ野郎。なんかそんななんか声を荒げて、うん、あのだからバカ野郎とかいうタイプではないです。どうやって怒る？でも結構上二人には怒りますね。なんて言うの？ああ、さあ、叱るみたいな。あ、そう、叱るです。ダメだよ。注意というか、その悪いことを何かしてたから、うん、怒ってもいい加減にしろよ、みたいな。感情的にはならないんだ。そんな感情的にわーっとは怒らないです。まあ、戻り申し訳ございません。1回目言って、やめろよって言って、聞かなかったら2回目、3回目って続くと、雷が落ちるみたいな感じです、うん。あ、そうそう。あ、ちょっと怒るな。残りますよ。もういい加減にしろって出てけってなります。そう。もうだから普通にパパですね。どこまでイケメンなのあいつ。ちょっとあいついらんな、マジで。いらんな。まあ、数字持っとるでな。あいつだろみたいな。結構あいつだろみたいな。一番高いですからね。数字。人気者ですよね。そう、人気者だよ、あいつ、ほんとに。影のファン多くないやつで。本当ですよね。それ複雑？やっぱ奥様からしたら、妻からしたら複雑。まあ今はそうでもないかな。なんか最初の頃はちょっとどういう風になるんだろうっていう複雑な気持ちありました。もし有名になってちゃった。そう、これがこの有名になってた時に、うん、まあ、わかんないですけど、じゃあ例えばどっか街で誰かに声かけられるのか、うん、ファンレターじゃないですけど、ああいうメッセとかでもそうだし。あ、そうなんですか。会社に。あー、そういうの。そうそうそう。そういうのも。アホだな。本人が頑張りたいと思ってるんで。あ、結構頑張ってるしね。うん、なんか俺は YouTube やって、まあ、そのリリーちゃんも含め、足場班も含め、成長したし、喋れるようになったし、それって自信につながってくると、そのまた仕事にも生きてくるし、他の仲間に対するの自信がないで怒ったり消えちゃったりするじゃん。そうですね。で、自信がお客さんとか現場とかでやってみたいとか、ね、につながって、俺、すごいみんな成長したな。この YouTube やって、社員は本当に成長したなと思って。
そうですね、いい意味でいろいろと変わってますよね、うんうん、そうそうそう、声もかけられることで自信もついていくだろうし、だけど相手は変わらんね、いや本当に普通に綺麗だったんだよな、変わりましたよ、老けた、やっぱり老けました、どうどうが全体的に全体的に、やっぱり父、まあ、もう垂れるやつないの、垂れる父がないですねミルク出んのお前、ミルクもう出ないですもん、めちゃくちゃ言ったから、俺これ視聴者の皆さん、俺セクハラとか言うけど神秘的な話してるだけだから、俺は確かにそうですね、神秘的な、神秘的な、ね、神秘的な、ね、これは別にそうセクハラとか持ってよ、持ってんのほか、人間の仕組みの話をしてるわけですよ、そう大切な話だろ、保健体育ですよ、保健体育の仕組みの話そうそうそう、確かに、で、で、そのイケメンは怒るの、そのペコちゃんに対して、私に対してですか、うん、あんまり怒らないです、喧嘩ない、夫婦喧嘩かはほぼないです、あいつまたファン増えるなですね、あ好感度爆上がりですね、爆上がりだよなこれうわなんか悪い、うん、1個ぐらい悪いとこ見つけて動画で言ってやりたいなって思うんですけど、ないですよね、別にそのちょっと待ってこれ確実にカットでしょ確実に勝ったでしょ、分かってる編集長、はい、編集長、そうですね、なんか私がこうやって動画で喋って好感度上げてる気がするから、もういい、全部カットだからもういい、完璧だからないとかじゃなくて、別に悪いところがない、うん、その全てがいいからないんじゃなくて 100% できる人っていうことじゃなく、その悪い方がないって言った方が分かりやすいですか、それ読めばいいわ、そのいいよ、全部が 100% は俺と不倫してくれないよ、俺と問題発言、不倫してください、でそれ嫁もいいわ、俺それ聞いてなんか今もうなんかゾクゾクできたじゃあ本当にでもそれさ、悪いとこ見つけるの簡単じゃん、うん、そうですね、だけど別に悪いとこ、まあいいやあるけど別にダメじゃない、別に、うん、しびれたな、多分求めてるレベルですよね、うん、こっちが求めてるレベルに向こうが結局そのレベルより下だったら多分イライラして喧嘩になるだろうし、うんうんうん、でも自分が求めてるのが低ければそれをやってもらえなくても、うん、イラにはならない、あの前の動画でも家事やりますかって、うん、やらないですってはっきり本人も答えてると思うんですけど、うん、やらないです、でもそれをその他の例えば女性の人はやってほしいって思ってれば、うんうん、そうだよそうだよ、あれですよね、そう多分イラッとしますよね、手伝ってくれないってイラッとしまくりますよね、そうだけど私別にやってほしいと思ってないからそこにはイラッとはしないっていう、だから別にあんな堂々と俺は家事しませんって言われても子供の面倒だけ見とってくれればいいよって、やばいやばい、ちょっとこれ画面映ってるじゃん映ってるかな、ギリギリ映ってる大丈夫これすごいな、いや俺感動したわ、ふってあでもだからこれも旦那のおかげかもしれないです、旦那が怒る人じゃない、カーってなる人じゃないし、物をバーって言ってくる人じゃないから、うん、私のふってんも下がってるから、お前ちょっと好感度上げに行こうとしてね、旦那ですか、お前の汚い好感度が見えてきた、そう私の過去はグロいんで私がひどいから、でもそこをふってんを下げてくれたのかなとは思います、おぼろねえわ今日の動画今日の動画マジおぼろねえわこれ今日動画全部使えんな、これもうなかったことにする、ただ単になっちゃうこれは初版チャンネルだけどね、もうこっちのチャンネルでこんなやつは出せない、振り返りのチャンネルは煩悩の塊でございますから汚いことすべて出すってことだから闇の塊にしかない闇しかないからそう思ってるから、なんか俺もうなめぐじみたいにちっちゃくなっとるから確実にマジかさあ、じゃあ視聴者の皆さん、まあ、今後またちょこちょこ出てくるのかな、はい、まあ、視聴者にこれコメント欲しいな、ご要望、もうこんないい話聞きたくないからもう出すなって二度と出すな、いっぱい言ってください皆様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 、まあ、多分でもまたあれですよね、あの休日動画でこうちょこっと静かに映ってる私と、うん、また今日こうやって喋ってるの見て多分印象変わりますよね、あ、まあ、そう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 、視聴者さんはそういうことだよね、この嫁こんなに喋るんだみたいな、そうそう、まあ、いい話しかしない、もっと今度は汚い部分をね、視聴者の皆さん探してみますね、闇をどんどんこいつの闇を出してきますね、彼の闇を探してみますね、ゲームに集中する、子供と一緒にやるんだよ、あ、違います、子供が寝てからですけど、やってんの、ゲームやんの、私はほとんどやらないです、やりたいと思って、うん、マリオとかもああいう、うん、やりたいって言って、うん、まあ、買って例えばやるじゃないですか、うん、最初だけで結局、うん、ゲーム音痴なんで一緒にやると下手くそ扱いされるんで、うん、もういいわだみたいなもうじゃあやらみたいなこれは闇だぞ確実に闇だなついに見つけましたついに見つけました、ゲームの闇
どうでもいい闇。どうでもいい闇。あいつの好感度どんどん上がって、俺の好感度どんどん下がっていくから。じゃあ今後また仕事かな。そうですね。まあ、現場管理からやって、まあ子供も、まあ、ちょっとかかると思うけどね。あと1歳、3歳ぐらいですね。なってくるとちょっとまた落ち着いてくるから、本格復帰になってくるかもしれないですけど。またじゃあ動画に出る機会もあると思います。はい。あ、ちょっとこのいい話の中でまたさらに好感度が下がるかもしれないですけど、あの外壁塗装のマッチングってやってるんですよ。外壁塗装のマッチングっていうのは、まあ、今大体決まっていたかもしれないですけど、4月の後半に、まあ、予定、多分5月の頭ぐらいが予定になると思うんですけど、外壁塗装業者さんとお客様をつなぐ、多分5月のオープンにはお金ももう取らんとこかって、あの開発のスピードもあるし、まあ、みんなにまず試してもらうっていうことでちょっと無料でやろうかって言うんですけど、確実にその業界が 20%、30% っていうね、まあ、結構悪しき業界なんですけど、はい、マッチング業界ってね、これをもう本当に 3% から 5% ぐらいのお金で運営できればなと思ってるんで、ぜひそちらの登録もお願いします。せーの、また見てね。ここで好感度上がってくるんですよ、俺は。ここで目いっぱい上がってね。好感度上がってね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、全然すげえ可愛い。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 これで女性は増えたか。バッチグ。バッチグ。あ、ごめんごめん。ごめん。あ、そういう顔してる。どういう顔してるんですか。最近この顔するんですよ。昼間だったら全然いいんですけど、夜だったら張っちゃう。夜だったら、あ、昼間だったら今から11時ですか。すごい。Yeah.